はい、皆さんこんばんは。こんばんは。うさぎ大好き番組、うさぎのおめめの今日第12回目の放送が始まりました。はい、12回目ですね。はい、この番組は名古屋 IPTV のバーチャルスタジオから、私原田明美と、1週間ぶりの、はい、復帰です。うさぎ先輩、五島さんとよろしくお願いします。はい、お送りします。よろしくお願いします。はい、今週も皆さんどのチャットに参加してください。お願いします。はい、そうですね。今日もうすでにですね。たくさん見えますね。はい、ありがとうございます。焼きねぎさん、かーちゃんさん、はじめまして。それから、きのこさん、きのこさん、こんばんは。それからのゆきさん、こんばんは。あと、ひいこさん、お友達です。はい、はい。よろしくお願いします。はじめまして。はい、じゃあですね、早速いいですかね。はい、はい、じゃあ今週のポアロのコーナー、早速始めます。お願いします。はい、お願いします。このコーナーはですね、私の家族の、ドワーフフォトの、ポアロちゃん、はい、はい、の毎週の様子をお伝えしてます。はい、はい、これはですね、まあいつものことなんですけど、走って飛んでそうそうアップ、そうもうとにかく出てきたらすぐにっていう、大体1週間に、まあ毎日はちょっと出してあげられないので、うんどうかな、多くて3回ぐらい、まあ少ない時は1回ぐらいっていう感じで、やっぱり出てくるとすごい嬉しいんでしょうね。まあとにかく走り回って。まだ一応3歳なんで元気いっぱいいっぱいですよね。はい、3歳だったらね。そうですね。ね。まあだいたいでも行くとこは決まってるんですけれども、まあ妹夫のところへ行ってみたりとかね。こっちが目が回っちゃうんですけど。早いですもんね。早い。うん。もう自由に。まあやっぱり自分のテリトリーっていうことが分かってると思うんですよね。だからもう恐れなく。あっちこっち行っちゃいますね。すごいね、ジャンプ力がやっぱりさすがにうさぎだけあって、すごいです。あつちさんこんばんは。はい、ということで今この辺りいますけれども、あそこにだからほら木の柵があってね、ここ行かないようにしてあったりとか、結構ね準備に時間がかかるんで、なんかいつも出せって言うんですけどね。それからちょっと約5分ほど。準備した早いんだよあれ。ほら入っていくの。トンネルですか。そう。一応まあ中に多分いるはず。中入るのは好きみたいですね。暗いとこがね。そうなんですよ。でこれを何往復かして、あっちこっち言って、で時たまやって中でモソモソしてる。これで出れなくなってるんですか。多分書いてると思うんです中でね。でちょっと多分これ後半面白いんですけど、最初のちょうどうまくいってたんですけど、ちょうど空間空いてるから、自分でなんかそう自分でしたらそこを閉じてしまったもんだから、こうやってね、開かない。あれがなんとかもうちょっとこう自分で頭は使えないのあなたみたいなふうに思うんですけど。一応掘ってますよね。掘ってる。うわーってやり始めるので、だんだん自分でこう穴をね閉めてっちゃうのよ。こうやって掘れば逆に掘ってるってこと。そう。掘り可愛い。そうでなんか毛布じゃない絨毯をね、絨毯の中のものをなんかもしょもしょやってみたりとか。あもう絶望的ですね。もうイライラしてるきっと。なんとかしてよって感じ。これね多分音をそのまま入れてもらってるので。ちょっと静かに聞いていただきましょうかね。全然動かないんですよ。ずっと待ってた。寝てますか？うん、起きて。でしょうがないから全然動かないからあってこっちから仕掛けをかけたんですね。そしたら動くんだけど、一番最後のところでね鳴るんですよ電話が。見つめたりする？うさぎと。しますよ。ね。これあくびするかなと思ったらしなかった。でまた元の位置に戻っちゃって。なんかあんなことにしてみたりとかしてですね。ちょっと面白いな。ヒーター好きですね。ヒーター大好きですね。この間ね、どっかのうさちゃんはヒーターが嫌いだっていう話聞きましたけど、うちの子は大好きですって。あそこの場所からね、動かないんだね。あ、今ちょっと分かんなくなる。一応鳴ったのでビクッとしたんですよ。これはね、これはですね、ちょっと新たな試みでですね、段ボールを、そうそう、コマーシャルでシルバさんの猫ちゃんがさスポーンってつくんですね。あれを見たもんだから、ウサギでもできないかなと思ってやるんだけど、噛むの段ボールの端っこで全然その気がないみたいなの、いつもあそこへ行っちゃうんですよ、毛布のところへね。いきなり突っ込みはしないですよね。でこの時はダメだったんですけど、今週はちょっとご紹介できませんか、来週ちょっと面白いこと、ちょっと半分いじめかって思われちゃうけど面白いことが取れました。でここまで行くからピュって出てくればいいのに、ダメなの。なんか端っこをかじったりとかして、ほらもうかじった跡があるでしょ。やっぱりちょっと心配なんですかね。よくわかんないけど、なんか入ればいいのに入らないの。どっか行っちゃったりとか、ね、で結局毛布のとこ戻ってきてあんなことして終わるっていう。ちょっとね、やっぱりいろいろこう常に違う行動をとってもらわないとですね、飽きちゃうので大変なんですけど、こっちもなんか難しいんですよね。本人はどういうつもりか知らないけれども、本人はもう自由ですね。自由、こっちからこうやってやるけど全然なんだもん。どこに角をかじってみたりとか、スピッて入らないかなと思ってダメなんですよ。なかなかね、思うように動かないですよね。これは調教しなきゃいけないのかな。調教でその辺はやっぱりワンちゃんとかね、猫ちゃんとはちょっとやっぱ違うのかなっていう気がしますね。確かにね、芸はね。難しいでしょ。でも結構 YouTube とかね、いつもご紹介する中は面白いことをねやってるね、うさちゃんいっぱいいるから、あれはもうでも偶然なんでしょうね。まあ多分ねだと思うんですけどね。まああと個体差もありますから。はい、そうなんですよ。毎回撮影のために苦労しているんです。ね、あ、そうそう、きのこさんちはヒーター嫌いですって。やっぱ嫌いな子もいるんですね。トム君は？うちはね入れたことないんで。あ、そうかそう言ってましたね。やっぱり寒い日はもう一日中そこに座ってるし、で逆にあったかかったりすると、自分で外してます。別のところに座り込んでたりとか、その辺はだから自分でうまいこと体温調整してるみたいですね。はい。あ、なんかジョニーさん、うさぎ先輩、うさちゃんの動画はって。あ、これすいません、本当にねもう自分でね、情けないんですけど、なんかちょっと告白してもらってもいいですか。大変なことが起きましてですね。はい、どうしたんでしょうか。どうしたんでしょうか。いや、ビデオから、そのパソコンから送る送らんの前にですね、ビデオからパソコンに映せなかったっていう。ねえ、さっき見せてもらったけど、すごい立派なハンディカムみたいなビデオカメラをお持ちのなのに、もう本当にね、アナログで。すごいですよね。で、ちゃんと背表紙にもうね、トム君って書いてあったもんね。はい。今日帰りにスタッフさんにお渡ししていくので、来週こそは、はい、トム君がデビューします。私じゃいっぱいいっぱいでした。すみません。皆さん来週をお楽しみに。ということでですね、皆さんからのですね、はい、動画も今日またこの後でいろいろご紹介、ありがとうございます、はい、ご紹介しますけれども、どしどしどんどん、はい、今画面に映ってますけれども、はい、こちらの宅ファイル便か送りんぼうで、はい、ワイワイテレビ宛てにですね、どんどんですね送ってください。はい、必ずお流しします。はい。ということでですね、じゃあ次のコーナー、はい、行ってみましょうかね。